どうも、カネヤンです。さあ、ということで、新コーナー、ワンジャム、始まりましたいこれまでね、カネジャムというコーナーで、いろんな曲の歌詞の考察だったり、僕自身の思い出のある部分、それから音楽的なポイントみたいなのも含めて、曲のね、魅力を解説動画としてお届けしてきたんですけれども、今回新コーナーということで、僕の大好きで大好きで大好きで大好きな、ワンズの楽曲を有名なヒットソングに限らず、僕自身思い入れがあって、好きだなぁ、この曲。いいな、僕は好きだなぁ。っていう曲を皆さんにどんどん掘り下げて紹介していきたいなというふうに思っております。ワンズが好きな方はもちろんね、好きじゃない方にもうまくね、曲の魅力が伝えられたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。カネヤンチャンネル。さあ、まず一発目ということで、ささやかな愛情という曲をお届けしたいと思います。前回の動画でもう歌ってみたをね、投稿させていただいたんですけれども、このささやかな愛情っていうのは、ちょっとね、こう、曰く付きの曲なんですよ。というのも、僕の敬愛するね、初代ボーカルの上杉翔さんが、97年に脱退されているんですけれども、その脱退から5、6年経って、2003年に、ワンズの所属していたビーイングという事務所から、ボーカルコンピレーションっていう形で、いろんな男性アーティストの曲をオムニバス形式で収録したアルバムっていうのが出ました。それに、ワンズの上杉さん時代の未発表曲として、世に出されたのがこのささやかな愛情という曲なんですよ。で、未発表曲っていうことで、前回の歌ってみた動画の尺、イントロがあって一番あって、感想あってサビで終わりって感じだったんですけども、これが実際発表された際のフル尺のサイズになるんですよ。で、93年の秋頃にこの曲は制作が開始されていたということなんですけれども、その後95年に出た Peace of My Soul というアルバムにはこの曲収録されていないんです。このささやかな愛情が制作され始めた93年の秋っていうのは、10月にリトルビットっていうアルバムがワンズはね、リリースしてるんですよ。で、このアルバムの後、次のアルバムに向けて制作が開始されたはずなんですけれども、いろんなことがあって次のアルバムに合わないということで、収録が見送られ制作がストップしたというふうにこの曲は言われております。なので、ボーカルトラックがワンコーラス分しかない、そういったね、ちょっとこうワンズファンの中では幻の名曲というふうにもね、語り継がれている曲でございます。あ、ワンズね、知ってる知ってるっていうぐらいのライトなファンの方にはあまり認知されていない、ワンズマニアじゃないとたどり着けない、まさに幻の名曲ということで、私カネヤンは大好きな曲でございます。この曲のね、魅力をまあね、いくつかお伝えしたいと思うんですけど、まあまず一つは上杉翔さんの声、もうこれがね、もう死ぬほどいいんですよ。特に冒頭からね、優しい声、温かい声、深い声、それからビブラート、いろんなね、上杉さんの魅力がこう詰まってるんですけれども、特に聞きどころといえばサビに行く前のここです。テレビも消せずにただ震えてた夜の明けを感じてっていうところがあるんですけど、このね、感じてのところが、こうすごいロングトーンで伸ばした後、ぐわーっとビブラートかかってくるんですよ。感じてっていう感じで、これ伝わったかな。これがね、ザ・ウエスギプシという感じで、もう僕が憧れた、まさにキャノン砲と思うべき、太い声で高い声で長く伸ばして、かつ最後にめっちゃ深いビブラートかけるっていうね、なかなかね、こう喉も強くて声質も良くてテクニックもないとできないってフレーズなんで、ここがまず超聞きどころです。前回の動画で歌わせていただいた際に、サビの終わりの部分っていうのはビブラートかかっていないんですよ、原曲では。ささやかな愛情っていう風にこうちょっとフォールして切るんですけれども、今回このロングトーンからのビブラートっていうのをちょっとこうフィーチャーしたくて、このサビの終わりのフレーズにもロングトーンとビブラートを使わせていただきました。ささやかな愛情って伸ばして、うーっていう風にウエスギプシ使わせていただいたんで、そこもね、楽しんで歌ってみた、聞いていただけるといいなという風に思っております。それからこれはね、気づく方は気づくし、わかんない方はね、言われないと絶対わかんないんですけど、歌ってみたの方では、ちょっとカラオケ音源なかったので、ピアノとアコギで僕自分で弾いて歌ってるんですけれども、実際原曲の方をね、聴いていただくと、ダー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 ン、ダーダーダーっていうイントロのフレーズに合わせて、
ていうねリズムの音が入ってるんですよ。でこの音あれどっかで聞いたことあるぞって思ったワンズファンの方いらっしゃると思うんですけど、わかります？これ実はリトルビットっていうアルバムに収録されていた、タイトルにもなってるリトルビットって曲があるんですけれども、そちらのイントロで実は使われている効果音なんですよ。こう波の音がさーってきて、っていう感じでリトルビット始まるんですけれども、ちょっとね曲のテンポが2曲違うのでささやかな愛情の方がちょっと早いのかななんですけど、全く同じ効果音が使われているんで、そこねよかったら聴き比べてみてください。まあそれこそ制作が途中でストップしてしまった曲なので、そのコンピレーションアルバムに収録する際に伴奏の部分だったりイントロの部分っていうのはおそらく後で作ったのかなと、こういうふうに僕は思ってるんですけれども、そういったね未完成っていう意味でも幻の名曲というふうにワンズファンの間では言われているささやかな愛情でございます。でも本当ワンコーラスともう一回サビがあるだけなんですけども、もう十分に聞き応えもあるし、歌詞の内容もすごくグッときますし、あの本当に本当に素晴らしい曲で、僕もずっとね思い出のある大切な曲です。ということで今回ご紹介させていただいたポイントを踏まえて、もう一度前回の歌ってみた動画を見ていただけたら嬉しいですし、ワンズの原曲の方もぜひ聴いていただければと思っております。さあということで、ワンズのね名曲を掘り下げていくワンジャブ第1回目はささやかな愛情というね曲をお届けしました。いかがだったでしょうか。では次回のワンジャムも楽しみにお待ちください。それではカネヤンでした。また会いましょう。バイバイ。